上毛かるたって面白い文化だなぁ。でしょ、群馬の誇りよ。この力合わせる200万の200万って何？ああ、これは人口を表してんだよ。あれ？群馬の人口、今191万じゃね？何サバ読んでんの？もう、誤差だし。9万は誤差の範囲じゃないでしょうに。まあ、気にしないで。するけど。ちなみに、1947年は力合わせる160万、1973年は170万って感じで、その時の人口に合わせて作り直されてるんだよ。力合わせる160万って、いや、語呂めっちゃ悪いな。200万が一番しっくりくるわ。だからこの地の札で年齢がバレるんだよ。どういうこと？群馬県民に力合わせるって聞いて、帰ってきた数字から逆算する。覚えるのはだいたい小学生の頃だから、仮に10歳としてこんな感じ。年齢わかるのは中年以降か。相手が力合わせる180万って言ったら、この人47から54歳だなーって。怖えよ上毛かるた。だからバレたくない人は200万って言っとけば OK。 あ、もしかしてこれで結婚詐欺師を暴けるんじゃね？どういうこと？結婚詐欺師とかいろんな嘘をついて近づいてくるわけだ。特に年齢とか近くに設定したいだろうしね。怪しいと思ったらこれ聞いて、もうさっき言った年齢嘘じゃないかって。あ、ごめんごめん、ちょっとした悪ふざけ。ありかも。いや、ありなんかい。